さあ、どうする桃太郎。皆さん、こんにちは。どうする桃太郎チームです。今回は演劇の形で違う視点から考え、桃太郎のストーリーをアレンジしてみました。こちらは今回の研究の流れです。どうぞよろしくお願いいたします。まず、今回の研究のきっかけは2つあります。日本語の授業で先生が、僕のお父さんは桃太郎というやつに殺されましたという新聞広告と、台湾人女性がモデルに使われた美容整形の広告を見せてくれました。この新聞広告で本当に全ての鬼が悪者なのかと、鬼の気持ちを改めて考えてみました。福沢諭吉さんが桃太郎が鬼ヶ島に行ったのは鬼の宝を取りに行くためだったと違う観点もありました。一方、台湾の美容様は美容整形の広告の影響で仕事まで亡くなったというニュースもありました。本当の真実は一体なんでしょうか。 SNS 時代では痛みが悪く、でもやり防止症で続けられ、残念なニュースもたくさんありました。このことを何とかできないかと今回の演劇をしました。どうする桃太郎を通してお伝えしたいことは、1、情報二度耳しないこと、2、外見で人を判断しないこと、3、SDGs の重要性です。では、なぜ演劇という方を使ったかというと、やはり幼い頃から聞いたストーリーはいくつになってのところに残ります。ストーリーは相手の心を捉えてアクションを促す力を持っています。いいストーリーには必ず主人公、問題や敵、問題解決という3つの要素があります。演劇するのに語学力、情報処理力、演技力が必要です。授業で学んだことを聞かせてみました。それでは、どうする桃太郎の話についてご紹介いたします。こちらは関係図です。霧島の桃太郎と焼き島鬼之助を主人としたものばかりです。桃太郎は当然鬼之助と出会い、親友同士になりました。ところが、鬼芋ばかり食べている鬼之助は体に異変が起こり、外見の誓った鬼之助は仲間外れにされ、不登校になりました。と、ある日、ネギ島の畑を荒らそうとして島の頭の裏に追い払われたカラスが木蔵に飛んできて、木蔵に鬼が攻めてくるというデマを流しました。それを信じた桃太郎は、おばあさんに渡された奇跡の餅を携え、途中で出会った動物たちと一緒に裏を倒しました。ところが、その時、浦が鬼之助の父親であることを知り、後悔した桃太郎は、奇跡の餅を食べ、過去に戻り、真偽を確かめ、木部村の村人と、メキ島の鬼たちが、平和に暮らす解決方法を見つけました。どうする桃太郎を、去年の12月に、卒業発表会で発表し、3分の97人に感想を書いてもらいました。感想の内容で出たキーワードを整理投稿したところ、ちゃんと調べるが31体で一番多かったです。また、今年の3月8日にランダムでその時の観客の10人にインタビューし、その後、観客のうちの35人にアンケート調査をしました。結論から言いますと、全員がメディアリテラシーの重要性を教わったことがありますが、27人が授業より演劇の方が分かりやすくて面白いので印象に残ると答えました。一部の観客が桃太郎の話は SDGs16、17と関連性があると思っているようです。インターネットが普及して、私たちはより多くの情報に接するようになりました。しかし、ネット上にある情報が全て真実とはできません。近年、誹謗中傷で自ら命を絶った人も少なくありません。日本のプロレスラー、木村花さんもそのうちの一人です。そして、今回の研究を通してデマやいじめをなくなることができることを願っています。どうする桃太郎の中で、どうする桃太郎という質問が5回ありましたが、人生は選択、決断の連続です。私たちも論文で発表するか演劇で発表するか迷っていましたが、やはり子供の時に聞いた物語は大人になっても忘れられないので、微力ながらもストーリーのパワーで世の中を変えてみたかったのです。これからもこの話を広げていきたいと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。